11番グリッド、カーナンバー18番、堤優衣選手。12番グリッド、カーナンバー8番、斉藤龍之介選手。13番グリッド、カーナンバー9番、川合幸太選手。14番グリッド、カーナンバー38番、野中翔選手。15番グリッド、カーナンバー25番、陣川大吾選手。16番グリッド、カーナンバー30番、湯浅翔太選手。17番グリッド、カーナンバー28番、大滝拓也選手。18番グリッド、カーナンバー5番、高野優太選手。19番グリッド、藤井優斗選手。20番グリッド、亀崎優衣選手。21番グリッド、飯島文明選手。22番グリッド、増田義行選手。23番グリッド、阿部凛選手。24番グリッド、斉藤明人選手。25番グリッド、金子拓也選手。26番グリッド、菊池明典選手。27番グリッド、小林隼人選手。28番グリッド、久住伊礼選手。29番グリッド、鈴木貴文選手。30番グリッド、山田秀樹選手。31番グリッド、朝原優輝選手。32番グリッド、里見ノア選手。さあメインセルトに帰ってきた。一周で決めるか。決まったスタート。さあ、うお、迫力がある。さすがこのナイス。32番フルグリッドのスタート、やっぱり迫力だ。さあこの台数の中、今日は誰が制するのか。さあカーナンバー29番大西選手がどうやらオープニングラップを取る模様か。さあオープニングラップを取るのがカーナンバー29番ですね、大西選手。何だか取っていった。そして2番手には松本義人選手、やはりインナーが有利か。3番手にはカーナンバー39番関岡選手。さあカーナンバー15番ソロモン選手は順位を大きく落としている。さあこの3番手付近、3コーナーでも今ちょっとねごちゃごちゃっとしましたが大丈夫でしょうか。さあトップは大西選手、2番手松本選手、3番手には関岡選手。さあ関岡選手はね、このねブランクを感じさせないこのバトルですね。さあ順位のおさらいです。トップはカーナンバー29番大西選手、2番手には松本選手、3番手には勝田匠選手、4番手に関岡選手、5番手に有効だ。さあこの上位陣はソロモン選手がちょっと順位を落としてしまった模様です。あ、現在4周目に入っていきました。さあセニアマックスクラスの決勝ヒートは17ラップ。さあさあ上位陣がやっているよ。順位が入れ替わった模様ですよ。トップでバックストレート帰ってきたのはカーナンバー13番松本選手。松本選手がトップで帰ってきた。さあトップに立ったのはどうやら松本選手。2番手にはカーナンバー24番角匠選手が上がってきている。さあまだまだレースはね序盤ですからね、この辺はお互いの手の内を探り合っているか、手の内の探り合いか。さあ3番手大西選手が狙っているぞ。2番手を走るカーナンバー24番各選手を狙っている。さあ行った、6コーナーで行った。大西選手順位を1つ上げた、2番手に上がった。今日はね大西選手の強さ速さちょっと光りますね。さあしかし関岡選手が4番手で不気味なところで狙っている模様ですね。関岡選手は前を狙っている。さあ今までね、関岡選手は L1 ウサムルトンだったかな、去年はシリーズ追っかけてましたが、今回は、まあ、スポットと言ってもいいのかな、スポット参戦と言ってもいいんでしょうが、トニーカートで参戦しています。関岡選手は現在4番手。やはりねどうしてもねスポットでこの辺にいるドライバー注目してしまいますよね。さあトップ
ップを走るのがカーナンバー13番松本選手、関岡選手がモナコヘアピンで行って3番手に上がった。トップ松本選手、2番手に大西選手、3番手に関岡選手という展開ですね。さあこのね2番手3番手争いをしている間、カーナンバー13番松本選手は後ろにねこれだけのマージンを稼ぎました。コーナー半分、6コーナーでいうと半分ぐらいのマージンを稼いでますね。さあ大西選手と関岡選手は前に追いつけるか。さあ7周を終えて8周目に入りました。レースも中盤を迎えております。さあこのね中盤はね一旦レースは落ち着くんですよね。これしばらく消耗状態が続くと思います。さあトップは変わらず松本選手、2番手には大西選手、3番手関岡選手、4番手にはカーナンバー9番カーナンバー9番川合選手が上がってきました。そうですね、川合選手が13番グリッドから4番手まで追い上げてきてます。5番手にはカーナンバー24番勝田匠選手というところで、この川合選手の追い上げにもちょっと注目したいと思います。さあその川合選手が関岡選手に迫ってきましたよ。4番手を走る川合選手、関岡選手に迫ってきました。ちょっとこの辺りで関岡選手ペースが上がらなくなってきたか、前との間隔が開いてきた。さあさらに関岡選手のその後ろの川合選手、関岡選手に今にも迫る勢いが出てきていますね。現在トップは松本選手、変わらずですね。トップは今のところ安泰といったところでしょうか。さあこのね世界レベルの争いが見れるこのケニアマックスクラス、さあもうねこのピットロードを見てもすごい人が、皆さん大注目ですね。人の数がすごいです。一つピットクルーの方お願いがあります。ピットロード少し開けるようにしてください。ピットロード開けるようにしてくださいね。カートが戻ってきたりしますから、ピットロードはしっかり開けるようにしてください。またガードレール際での感染は危険ですので、ガードレールから離れてピットロード、カートが通れる状況にして感染してください。さあ走行してるうち3番手入れ替わったが、再び関岡選手が仕掛ける。さらにその後ろカナバ24番勝選手も行った。しかし川合選手もモナコヘアピンで切り返す。さあこの3番手4番手争いが面白い。さあトップ2台、トップ2台は大きな差を広げて、ほぼ単独走行になってきました。その後ろ4番手争い、4番手争いが面白いものですね。さあ関岡選手も4番手争いの間にスッと抜けてきました。さあ4番手には中西選手、中西選手が上がっている。おっと1台ちょっと前の中西選手乗り上げてコースオフ。では川合選手かな、川合選手追い上げ虚しく前に乗り上げてしまった。さらにタイヤにね今ダストを拾ってしまった、芝生を拾ってしまってグリップしない、もうペースが一気に落ちてしまった。川合選手が残っているのは堤選手ですね。堤選手が今ちょっと順位を落としてしまったんですね。さあここ残念、堤選手安定感のある走りでしたが少し順位を落としてしまいましたね。川合選手はこのまま今のところ4番手にやはり残ってますね。さあトップはカーナンバー13番変わらず松本選手、しかしその後ろカーナンバー29番大西選手が着実に追い上げてきている。現在14周目、残りがですねこうすると4周、残り4周です。さあこのトップに対してカーナンバー29番大西選手追いつくことができるのか、この距離感もしかするとありますよ。最後関岡選手は3番手単独走行、4番手には川合選手がつけている。
そして5番手にはカーナンバー24番各選手が走行中といったところです。さあこうなるとトップ2台、そして4番手争い、さらに長谷川優太選手が現在6番手付近を走行してますね。長谷川優太選手は6番手付近、バトルになるとね、長谷川選手強いんですが、やはりもう一つ速さが足りないか、トップ争いまで食い込むこといけないかもしれませんね。さあ長谷川優太選手、中西武蔵選手に対して6本まで仕掛けた。さあカクッとではなくぐるっと入ってきましたね。さあ16周目に入りました。残り2周といったところで、トップ2台の差は約2車身3車身差ほどありますね。さあトップを走る松本選手が後ろをちらっと見た。大西選手の周りを確認した。池岡選手は単独走行、その後ろ川井選手対勝選手。さあここがどうやらこの後ね、残り周回数少ないところで何かドラマが生まれそうだ。さあどっちが前でゴールするのか、この4番手争いが面白くなりそうだ。さあいよいよファイナルラップです。さあトップ2台パッシング、順位が入れ替わるほどの距離感ではないか。どうやらこのままカーナンバー13番松本選手が守りきれそうだ。さあどうやら今日は松本選手、大西選手一歩及ばずか。さあトップでチェックを受けたのがカーナンバー13番松本選手、2番手にはカーナンバー29番大西選手、3番手にはほぼ単独でしたね、中盤から関岡選手が3番手、4番手にはカーナンバー9番追い上げが光りました。カーナンバー9番川井選手が4番手、5番手にはカーナンバー24番拓海選手、6番手にはカーナンバー1番池川優太選手という結果になりました。今日はレース序盤で勝負が一つついたかなといったところでした。さあこのトップカテゴリー、新東京サーキットのトップカテゴリーのレース、見事優勝はカーナンバー13番松本義人選手です。おめでとうございます。セニアマックスクラスにて見事に優勝された松本義人選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？嬉しいです、はい、はいということで今日のレースどうでしたか？まあ序盤で上がれて後ろが競ってくれて楽になったんで、まあペースは良くなかったですけど、まあ良かったです。はい、勝てて、はい、はい、そうですね、おめでとうございます。じゃあ、2位の選手に追っかけられてる時はどんなお気持ちでしたか？いや、もういっぱいいっぱい走っててまあ怖かったんで、はい、まあ集中して走ったんですけど、はい、まあギリギリ追いつかれないでよかったですね。はい、はい、わかりました。ではですね、そんな今日のレース点数にしてみるとどのくらいですか？80点です。はい、あとの20点は？まあ前日結構タイム良くて、まあいけるかなと思ってたんですけど、意外と当日になってハマっちゃって、でまあ差も引き離せなかったんで、それがちょっとまあ良くなかったですね。はい、そうですか。じゃあ次戦はぶち切りで勝っていただきたいと思います。はい、応援してます。はい、じゃあですね、最後にカメラに向かってなんでニヤッとはい、じゃあ動画を見てくださった、皆さんに一言お願いします。ありがとうございました。応援よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか？はい、では松本義人選手でした。じゃあ最後にカメラに向かってハイポーズいきましょうか。じゃあせーので、いきますよ、せーの、カメラに向かってハイポーズじゃあやりましょう。はい、松本義人選手でした。ありがとうございました。